港区赤坂5丁目東京放送の一角には知る人ぞ知る離れがございます。日曜日の夕暮れ、爆笑問題の2人が気品あふれるお客様へ上質のおもてなしをいたします。離れにございますので、どんなお話をなさっても決して漏れ伝わることはございません。あんな話、こんな話、ああ、そんなお話まで。おや、本日のお客様がお越しのようです。時の経つのも忘れてごゆるりとお過ごしください。TBS ラジオ爆笑問題の日曜サンデー、ここ赤坂応接間、本日のお客様は歌手の浅岡めぐみさんです。どうもこんにちは。よろしくお願いします。初めてですよね。ですよね。僕らはもうテレビでずっともう、はい、私もいつも拝見してます。いやもう恐縮ですけどね。元祖アイドルというね、僕らとしてはイメージがありますね。僕ら昭和40年生まれなんですね、なので私もっとね、お若いのかと思ってた。2人とも50言われるんですよ、僕、はい。ねえ、40代。なんか13歳ぐらいだよ。おかしいだろ、13歳っておかしいだろ。福君の1個上じゃん。1個上わけないだろ。いや、だから本当に浅岡めぐみさん、まあ、天地真理さんとか、浅岡めぐみさんとか、まあ、南沙織さんとかね、もうそのアイドルがこうバーッと出てきた。そっからこうずっとこうね。ちょっといろいろ聞きたいですね。ねえ。まあ、本当に。天地真理さん、僕は、まあ、3人、ね、天地真理さんと浅岡めぐみさんと、南信志屋さんと、まあ、そうですね。その辺、大体ね。3人が代表する大体アイドルだったじゃないですか。で、まあ、ね。誰派でしたか？お、あ、正直。これはね、正直に言いますけど、マリちゃんだったんです。マリちゃんね。マリちゃんはやっぱりちょっとお姫様だったじゃないですか。白雪姫ですからね。ただ、やっぱり、それからの時間を考えると、あの崩れ方。やめなさいよ、そういうこと言うの。ほら。いや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 。ほら、僕らはやっぱり夢を返してる。うるさいよな。そういうこと言うんじゃない。思いがあって、本当に浅岡めぐみさんには、もう、これのまんまでいられて、まあ、南沙織さんね、今どうしてらっしゃるか、その、ね、毛がもじゃもじゃして。城山紀信さんのことをそういう言い方するんじゃないよ。ところにいる。先生も変わってないですよ。変わってないですか？ずっと長いお友達ですけど。じゃあ、もうままです。天地さんだけが。だけがじゃない。いや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 。いやいや、何なんだよ。いや、人生ね、いろいろあるよね。ありすぎですよね。ありすぎじゃないです。何があったんですか、ね、でも僕は三つ上の姉がいるんですよ。はい、で、いとこも大体二つ上ぐらいの女の子が多くて。はい。もう、浅岡めぐみさんの髪型。やっぱちょっとこう、かぐや姫のようなね。あれは斬新でしたよ、ね。だから、ほんと小学生ぐらい、当時小学生の女の子でしたけど、ハイソックスでね。はい。本当にね、浅岡めぐみさんのような格好をして僕は、その頃、本当に左利きだったんですよ。あ、そうですか。ええ。だから、すごく嬉しかったです。でも、天地真理さんのファンですよね。ただね、もうそれはもう時間ですよ。時間を見てまして。ただ、それから何、いや、可愛かったね。当時は、当時は、そばにいて、本当にね、見とれるぐらい可愛かったですよ。それがどういう、それは、人生、いろいろね。人生。人生。ああ、ほら、ね、愛ちゃんとか、ね、私もラブシ、もちろん存じ上げてます。可愛い。本当にね。本当に先代の浅岡さんですからね。本当に先代の浅岡めぐみさん。先代いや、かわいいないですよ。先代かわいいでしょ、今目もね、目の感じとかね、変わってない。いや、かわいい。仲良かったんですか、皆さん、あの頃。いや、分かれてましたね。あ、要するにオーディション組と、はい、オーディションというかスター誕生とかいろんなので出てきた人たちと、あとスカウト組がいたんです。はいはいはい。で、スカウト組は私とか、南沙織さんとか、はい、浅田美代子さん。はいはい、ああ、美代ちゃんも。美代ちゃんも1年後輩ですけど、だからその楽屋の中でもやっぱオーディション組でこう上がってきてる人たちは、もうやる気満々なんですよ。まあやっぱ自分は実力で勝ち取ったんだ。そうそうそう。でもスカウト組は、ある一つに連れてこられているので、そうか、そのよく分からなくて、割とぼーっとしてましたね。あ、そうだったんですね。はい、だからよく先輩からこう叱咤激励、まあ叱咤激励。先輩って言うとアッコさんぐらいの人たちですよね。アッコさん。
アッコさんは誰にでも誰にでもだから、うん、なんかそういう私たちがこういうふうになんかやってていいのかしらみたいな。そんなのあったんですか。はい、もう本当に肩身が狭かったです。意外だよね。で、特に私はモデル、まあ子役やってモデルやって、セブンティーンのモデルとかやって、その歌の世界に入ったので、やっぱりそういうこうちょっと、今だったらね、モデルさんからやってる人たち多いですよね。当時はそんな。あの子役とかモデルとか、なんでそういう人たちが歌の世界に来るのみたいな、すごく風当たり強かったです。へえ、でもアイドルって言ったらでも他いなかったですもんね。だってその前は、その前って、まあなんかピーナッツみたいな、前住純さん、1年先輩が小柳ルミ子さんとか、錦野明さんとか、野村正樹さんとか、あとアグネスちゃんが、アグネスちゃんがちょっと半年ぐらい経って、でも彼女はもう香港の大スターでしたから、うんね、はい。あ、じゃあ小柳さんとか厳しそうですね。いや、ルミちゃんは仲良かったんです。すごく可愛がってくださって、意外と、はい、意外とじゃないです。そんな意外じゃない。だから隠し芸とかある時なんか、もうルミちゃん、私とか沙織ちゃんは踊りとか苦手じゃないですか。やったことないっぱいしてもらって、集団舞踊とかやってましたもんね。やってましたから、すごくあの未だに可愛がっていただいてます。そのちょっと後に中3トリオ出てくるじゃないですか。そうですね。でも、まさこちゃんは、森まさこさんは、私と同期なんですよ。あ、そうなんだ。そうですか、はい、なんかね、浅岡さんの方が先輩。72年で、ただ、年がちょっと下だったので。うん、中3ですもんね、あの頃。そうそうそう、うん。だからあれでしたけど、やっぱり、まさこちゃんもスタタンですか、そうですね。だからあの辺もう、大学生。オーディション組です、オーディション組。オーディション組で、あのスタタンの、まあ、ね、純子さん、桃江さんあたりとは、ちょっとバチバチあったりしたんですか。いや、オーディション組ですからね。でもね、そういう意識はあんまり、彼女たちは二人ともなかったですね。うん、で、純子ちゃんは私同じビクタレコードの後輩だったので、はい。で、桃江ちゃんも、全然その、本当に彼女は昔からああいう感じで大人っぽくって、ね、割とクールな感じだったので、うん、だから一番覚えてるのはなんか青森かどっかに、うん、お仕事で行くのに、はいはい、当時は、夜行列車に乗るわけです。ああ、大スターが、みんなアイドルでバリバリで。寝台でね。寝台で、で、私たちだけ、A 寝台に乗せていただく、上と下で、うん。で、その時に初めてなんかみんなで、純子ちゃんとか桃江ちゃんとか、うわ、なんだその電車。お話をした思い出がある。それは楽しそう。ね。うん、それは楽しかった、すごく。ああ、当時は、まあ今もそうでしょうけど、やっぱりアイドルって言うとガード硬いし、それこそ恋愛もしたいとしね、でしょうけど、もうだって男の人と口聞いちゃいけないって私言われていたので、うわ、でまだ10代だったので、そのマネージャーさんにしても関係者の人にしても大人じゃないですか。そうですよね。だからすごい大人たちの間に囲まれて、でこう言われちゃってるもんだから、もう怖くて怖くて、そうでしょう、ね、はい。でも当時西城秀樹さんとか郷ひろみさんとか、はいはい、かっこいい男の人、それこそ野村正樹さんもそうでしょうけど、いっぱいいるわけじゃないですか。そういう人と、ね、運動会だとか、水泳大会だとか、まあ、ね、一緒になるわけじゃないですか。そうですね。だから毎日、だから西条さんとか、野口五郎さんとか、郷ひろみさんは、ほとんど毎日一緒に、番組にも出て、ね、あと取材も。うん、ああ、そうか、明星とか。月刊平凡とか、ね。平凡とか明星とかね。毎日一緒にいたんですけど、おはようございますとお疲れ様しか喋ったことない。これがすごいよね。もうすごい関心、ね。そんな別に何もお互いに考えてないのに、音合わせの時でもマネージャーとか関係者がもうこうやって見て、ガードしてすごいね。すごいですね。怖い怖い。好きな人とかいました？あの当時、そのアイドル。そういう、私はやっぱ家族と暮らしていたので、その好きとか嫌いとかっていうことよりも、うん、その歌の世界が馴染めなくて、もう毎日怖くて。辛かった。辛かった。かったね、あんなに人気があって、ね、うん。だからその、そういうことになかなかこう馴染んで、自分がこう、それにこう期待に応えていけないっていう。それとその口聞いてましたよ、十分、ね、口聞いちゃいけないとか、今までやっぱり子役とかモデルとあと自由ですから、それは何なんだろうっていう
やっぱりこう憤りを覚えてたのが私とか、うん、あのシンシアとか。あ、そっか、はい、だからよく二人でそんなことを長くは、うん、私たちの人生をあの10代なのに自分たちの人生をこれからどうなっちゃうんだろうっていう、もう不安ばっかりでね。はい、さあここでちょっと浅岡めぐみさんのプロフィールをご紹介させていただきます。はい、本日のお客様浅岡めぐみさんは1955年昭和30年10月11日大分県でお生まれになりました。3歳から子役やコマーシャルモデルとして活動し、雑誌女学生の友やセブンティーンの専属モデルも務めました。1972年にシングル芽生え でレコードデビューをすると、日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。その後は悲しみよこんにちは、女の子なんだもん、森をかける恋人たちなど次々とヒット曲を連発します。中でも73年に発売したシングル私の彼は左利きは50万枚を超える大ヒットとなり、日本レコード大賞大衆賞をはじめ日本歌謡大賞放送音楽賞など数々の賞を受賞。この曲で NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たしました。また歌手活動のほか女優業も精力的に取り組んでおり、2012年の映画お色気戦隊ジュクレンジャーでは、なんでこれが書いたのか分からないですけど主演のジュクレットを熱演。ジュクレットやりましたか。センターじゃないですか、レッドスター。アクションシーンにも挑戦し話題となりました。さまざまなジャンルで活躍を続ける浅岡めぐみさん、本日のお客様です。はい、ゲストの一番好きな曲を伺いまして、その曲を BGM でプロフィールを紹介していますが、今の曲は 2PM の Give Me Love という、これ、はい、韓流ですか。韓国出身で男子のグループでしょ。そうですよ、 2PM 人気の、はいはい、大人気の。え、ちょっとおばさん丸出しじゃない。そうなの。あのね、本当ちょっと遅くハマったんですよ。ヨン様とかの後に。ヨン様の後に、うん、なぜかうちの娘が、まあ、あの水彩画を描いてまして、韓国で、まあ、個展をやりたいって話して、で韓国語を独学でこう勉強してたんです、はいはい、私隣にいて、それでこう韓国ドラマを見て、その字幕を見ると勉強になる、で一緒に見てて、ハマっちゃった。はい、ちなみにその時誰にハマったんですか。キムヒョンジュンさん。キムヒョンジュン。あの花より団子とかイタザナキスに出てらっしゃるキムヒョンジュンさんにハマって、それからですね。でもいろいろその。あの韓国自体が大好きなんですよ。あ、もう国がね、別にそのアイドルだけじゃなくて。そう。でもそれこそ韓国の芸能界っていうと、ちょっとそう昔の日本の芸能界とも近い部分ないですか。そうですね、だから、あのこう最近になって年に結構 2,3 回行くんですけど、あの向こうでも友達ができるようになって、あと向こうの俳優さんとか、あのプロデューサーさんと友達になったりして、向こうのこう事情とかもいろいろ。あ、もうじゃあかなり韓国普通に、だからね、あのなんかやっぱりこうエネルギッシュなんですよね、皆さん。やっぱり気持ちの国というか、はい、もうだからそれ行くと私パワーもらって帰ってくる。そうなんだ。それでジュクレンジャーってこと。いやいやいや、それはね、これは本当に違うんですよ。これもう、ね、これ何ですか。違うんです。お色気戦隊ジュクレンジャー。あのこのジュクレッド、あの本を書いた中島敦彦さんって、その演劇の世界で有名な方なんですけど、その人もお友達で、で、あのこの映画の作るプロデューサーさんもお友達で、でそのあの帝王さんなんだけど、友達がみんな集まって、こういうのおかしいのやりたいっていうことで。なちなみにその熟ブルーとか、ね、ピンクとかなんかそういうのもいるんですか。はい、いや、もう5人組です。5人ですか。はいはい、もう本当にこれはね、なんでこれが今もう本当恥ずかしいぐらい。いや、恥ずかしいって言っちゃいけないんですけど、で役者の中西亮太さんが初めて監督を、はい、だからみんなね、あの本格さんもみんな友達でやって4日ぐらいで撮ったんです。4日で撮っちゃったの。4日で映画を、あの寝てないんです、みんなもうずっと寝ないで、私たちも4日で撮れるもんですか映画って。撮れないと思いましたけど撮れましたね。あと村田武宏さんとか役者さんもみんなもう友達同士で、みんな手弁当で、あ、じゃあもう手作りで楽しく、だから作ったという、まあピックアップされるとちょっと今やね
それが代表作として。いや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 。出身が大分県なんですね。そうなの。江藤愛。私大分県出身で、ね、はい。珍しい、ね。そうなんです。なかなかいないんです。なかなかね、福岡とかね、博多の方たちは割と多いんですけど、はい、まあ、最近こう宮崎とかね、でも大分はなぜか。そうですか。遅れてるんです。遅れてる。そういう意味では。日田です。日田市です。はい。そうですか。私は、大分市内っていうか、父も母も、はい、なんか別府なんですけど、海側で。そうです、そうです。はい。ねはい、3歳ぐらいからもうその子役みたい。だから、大分に生まれただけなんですね。で、その後は、大阪にずっと。あ、大阪にいた、はい、大阪育ちなんです。へ、は、ぇ、い、なんかお笑いは大好きなんです。へ、え、ぇ、ー、そうですか、吉本新喜劇。じゃあ子供の頃は関西弁だったんですか？関西弁ですね。へ、だから初舞台の3歳が、花菱あちゃこ先生の。花菱あちゃこさんと一緒に舞台。森光子さんがまだ大阪で、はい、ドタバタ喜劇をやってらっしゃる。あ、そう、森さんが、まだあんな国民的女優になる前の話の話。前で、うん、で、その、そがねは五郎の生涯っていうあちゃこ先生の作品に、子役で初めて。はぁ、それは詩を感じるね。それがだから1960年ぐらいの話ですか？だから50年、55年生まれですから、うんうん、50、8年ぐらいですかね。ね、8年とか9年とか、ね。すごいね。すごい。それはすごいわ。だから大阪の、その、うん、花戸先生のドラマとか、うん、花戸小箱さん。はい。あの時代の、そういうものにはもう、ちょこちょこだ、出させていただいて。じゃあ芸能生活で言うと何これ、ね、もう、だから本当に57、8年じゃないですか。うん。すごいことになっちゃいますね。はい。3歳で、あと7年ぐらいちょっと専業主婦を。ちょっとやっておりましたので、まあそれを引いても今年還暦になりますので。ねえ、もう信じられないです。50年ぐらい、はい。はい、だらだら。子供の頃からの、まあね、そう舞台やなんか、割と、その、本格的なところにいたのが、急に、そのアイドルの世界っていうんで、違和感が、そうですね。ちょっとあった、はい。そのセブンティーンのモデルっていうのは、うんうん、どういう経緯で？だから東京に、それで小学校5年生の時に。東京に引っ越した。うちの姉がもともとやりたかった人なので、うん、歌手になるっていうことで、うんうん、遠藤実先生のところに、うち弟子に。遠藤実先生のところにも行った。うち弟子に。うわ、すごいですね。うちの姉がね。姉が、はい。で、それで、まあ心配だからということで、私と母が、うんうん、まあついて東京に来たんですね。で、東京に来てから、まあじゃあ仕事をやろうってことになって、うん、で、それでモデルをやり始めて、うん、で、中学に入ってからやっぱりほとんど私もちっちゃい頃から仕事しかしてなかったので、はいはい、一回そのちゃんとした学園生活を送りたいと思って、うんうん、はいはいはい、そう、見たいですね、みんなね。それで、その中学3年間だけは雑誌のお仕事だけっていうことで、うんうんうん、まあ、剣道やったりね、うん、楽しく学園生活をしてたんです。学校はそれは共学でした？共学です。モテたでしょ、やっぱり。そしたらモデルやっててだってさ。仲いいんだよ、見て。ほら、昔のね、これ。だから、なんていうかな、私、その時代はやっぱり、まだモデルをやったりすることが、うん、学校の先生自体も良しとされてないんですよね、やっぱり。まあそうですよね。だから、すごくいじめられましたね。うん、ああ、そこでですか。だから、いじめられたって、私の中で思っていても、うん、結局やっぱり、その、興味があるから男の子たちも多分ちょっかい出してたと思うんだけど、私にしてみたらなんでこうやって毎日毎日、その意地悪言われたり、されなきゃいけないのみたいなことで、もうしょっちゅう泣いてました。そうですか。ねえ、かわいそうって言ってるけど、お前がもしクラスメートだったら、それも戦闘だからな。じゃあ、初めての恋愛ってのはいつ頃になるんですか？だから、そういう意味で私ね、送って、だったみたいですよ。その中学の時もそうやっていじめられる中でも、なんかこう手紙を渡されて、でそれに女っていう字に子供に木って書いてあったんですよ。あ、はい、女子木って書いてあったね。でそれが離れてて、はい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 。で私、女子木ってなんだろうって思って。好きってことなんです。だからそれを恥ずかしいんですよ、書く方も多分。だからそれぐらい、なんか鈍感っていうか、わかんなくて、何なんだろう、これはって。うんうん、だ高校生ぐらいになって、やっとそれが、好きっ
っていうことだったんだろう。うわーねえ。かわいいね。わかるぐらい、全く、要するに漢字が読めなかった。そうじゃない。そうそう、違う。そうじゃない。話、いや、それで、ね、多分ね、書く方が、緊張。話して書いたんだろう。ちょっと、不安もあったんですけど。照れでね。もう、まあ、じゃあ読み取ってくれと。そう。話して書いたんですけど。うわ、切ないね。その男の子にとってはね。ねへぇじゃあ、そういう学生時代はそういう。で、アイドル時代ももちろん恋愛はもう全くで。それどこじゃないっていうか、だからそういう意味でこうその中学生の時に憧れてたのが、うん、タイガースが好きで、あジュリーです。ジュリーじゃないんです。阪神タイガースの、ね、そうそうそう違うタイガースのジュリーじゃない人私ねセンターにいる人はダメなんですよ。あそうなんですか。じゃあ時代とはジュクレットジュクレットだからダメなんだ。ジュクレットダメなのえちょっとあのサリーですか。じゃあそこまで端にいると困るんだけどえ、まさか岸辺四郎？違うの。あの、瞳みのるさんってドラムを叩いてた人、ピーって言われてる。あ、その人にあの人が大好きで。へぇー。はい。で、一緒ね、ステージも上がってますよね、じゃあ。いえ、タイガースはね、モデルの時に。もう解散、はい、だから、ジュリー、ソロになってからはね、そうです。ソロに、沢田さんがソロになった時が私のデビューの時と一緒で、沢田さんとはもうずっと一緒に。あれしたんですでも、まあ、その、ジュリーファンではなかったとはいえ、その、タイガースのね、はい、沢田さんと、同じ番組とかで、会った時ってどういう感覚でした？そうですね、モデルの時も、うん、あの、西木野明さんとか、野村正樹さんと、うん、モデルの時でご一緒したこともあったんですけど、うんうん、でも皆さんすごく、あの、気さくな方たちばっかりだったので、うんうんね、そんなに違和感は。恋愛という感じではない。うん、でも、はい、もう僕は当時、ジュリーがとにかく好きで、もう本当に歌番組でも好きだもん、ね。今でも好きですけど。すごいですよ。うん、だから、あの頃、ね、その自分も多感な時期で、ジュリーが横にいたら、ポーっとなってたんじゃないかってやっぱ思っちゃうけど。もう沢田さんは雲の上の人でしたし、ね、でも、あの、普段はあの、ね、京都の方なので、関西弁で、結構やっぱり厳しい。方でこう怒ったりするとか、なんか寄せ付けないオーラがあるっておっしゃいますよね、皆さんね。だからもう皆さん本当当時はあのなんか雲の上の方みたいな人たちがすごく多くて、ね、ただ沢田さんが日本歌謡大賞を取った時の私左利きだったんですけど、不正な二人の時ね。そうでずっと沢田さんは賞にこう取れなくて、うんうんはいはい、でやっと取ったんだよ。もう自分のことのように嬉しくて、覚えてるもんだって。危険な二人は歌謡大賞取った時に、ね、もう嬉しくて嬉しくてもう あの沢田さんが皆さんに、うん、握手をしてくださったの、うんうん、でその時私ステージにいたので、うわーいこうやった時にわーっと思って、もうすごい、もう泣きそうでした。あ、そうですか。はい。いや、嬉しかった。あれは嬉しかったですね、沢田さんの。お前は違うから。俺はテレビで同じ舞台にいたように、テレビで見てたの。こちらは左利きで賞を取ってらっしゃいますから、ね、そう。でもあの、ね、私も歌謡大賞の当時いただいたんですけど、あれもすごく残酷なことで、あのノミネートされた人たちがこう輪になってみんな座ってるんですよ、はい、何十人も、うんうんうん、それで一人ずつイントロが流れたら前に出てって歌うっていう感じだったの、うんうん、はい、あ、要するに受賞した人たちだね、うんうんうん、で他の人たち最後の一人っていう時に、うん、あの私はいただけるなんて思っていなくて、うんうんうん、で隣が坂井正明さんがいらしたんです、はいはい、で正明さんが後に、うん、俺はね、うん、最後絶対俺だと思ったと、うん、え、あの時は街の光、街の明かりの街の明かりを制して街の明かりを抑えちゃった。あ、それはおかしい。そう、おかしいでしょ。それは松崎さんが、あの、後に、あの、舞台でご一緒した時に、うん、めぐみ、お前、今だから言うけど、うん、絶対俺だと思った。いや、思う。それで事務所もみんな、もうね、そのように、もう、大丈夫ですって言ってたと。なのに、お前がのイントロが流れて、俺は、いつから書く。いや、いいそう、いいそう、一生言うでしょうね、松崎さんね。だからどんだけ豊作の年だったかな、ね、その。だから私ね、もう当時でも本当に申し訳ないから、うんうんうん、イントロ流れた時に、うん、くるっと後ろを見て皆さんに、私ね、お辞儀して申し訳ありませんと。まあでも、確かにね、あれはね、私の彼は辛かったです、ね。申し訳ない。じゃあ、レコード大賞誰ですか、その年は。
70? エルモ岬かな。いや、違いますね。私の、芽生えの時のレコード大賞が千秋直美さんの関西。あ、関西。73年。最高ですね。あれ五木さんかな、夜空の時。夜空。夜空の時だ。そう。夜空かもしれない。で、歌謡大賞はジュリさんだったのかな、危険な二人。危険な二人ね。うん。うわ、もうあの頃レコード大賞やっぱもうピークですよね。もうすごかったです。うん、はい。本当に。あそこから落ちる。いやいや、そんなことはないですよ。まだ、まだ。宮古晴美さん、あんたジュリー、それこそジュリーの勝手に仕上がってる。まあまあ、そうですけどね。ね、まあ。ピンクレディで。まあでもあれはしょうがない。UFO はしょうがない。まあでもピンクレディ一つの、なんつうの、うん、終わりを。いや、終わり。寺尾明も OK じゃないですか。まあ、寺尾明は、まあ、まあ、もう、もう満場一致じゃないですか。どうですか、今年レコード大賞とかご覧になりますか。ああいうの今でも、いますか。そう、最近、ここ2年ぐらい、うちの娘が結構見たいとか言って、そうですか、見るようになりましたけど。えりも岬ですね。えりも岬ですよ。だから、73年でしょ。違うでしょ。73? あ、73年。73年。3年は夜空。夜空。夜空ですよね。そう。夜空。そうそうそう。喝采、夜空、えりも岬。えりも岬。シクラメン。シクラメン。すごい。覚えてる覚えてる。だからシクラメンを撮った時も、布施さんの時は本当嬉しい。ねえ、そう。だからビッグホーって当時言われてて、五木さんと森さんとジュリーと布施明さんがビッグホーって言われて。そう。で、皆さん大体同じ年ぐらい。一人か二人ちょっと上です。割と大体同世代同世代の。で、それぞれやっぱりこうレコ隊とか撮って。いろんな人。そう。はい。ね、どうですか今の歌謡界。いやいや、私は楽しんでますけどね。あ、まあ、韓流とかも見るぐらいですからね。うん、嵐も好きだし、うん、西野カナさんも好きだし、生き物係も好きだし、いつも iPod に入れて、そうなんですか。はい、例えば今 AKB とかね、はい、そのアイドルの、うん、まあ、うん、経験あるわけじゃないですか。ああいう、いや、あのね、うん、今の時代の人たちの方がすごくプロ意識が強くて、しっかりしてますね。私たちあんなんじゃなかったもの。まあそうです、ちょっとこうお姫様的なというかね、うん、かね、あの要素も、ね、もういるだけでっていうところはありましたよね。そっちの方が良かった。そっちはいいんです、当時はね。今は割と、うん、ぶっちゃけたりとか、なんか、そうそうそう、あとキャラ付けしたりとかいろいろあるじゃない、うん、あの、うん、今はやっぱりその人の生き方とか、うん、そういうことをみんな応援しようっていう時代じゃないですか。だからその人たちも自分の思ったことを喋ったりとか、する時代だったけど、うん、私たちは、その私たちが何を思ってるかなんて知りたくないっていうか、うん、逆にね、だから取材とかなかったですよ、写真だけだったから。で、ほら、チョコレートパフェとかね。そうそうそう。食べ物なんとか。それがもう僕らは嬉しかったですよね。うん。だから、それでよかった。それでよかった。想像する。生活感がまるでないっていう。そう、生活感なくて。ところが、一番よかったとされてる時代でしたから。だから今の人たちの方がほんとしっかりしてるし。しっかりしてるけど逆に大変かもしれないですね。大変ですよね。だからそういう意味ではやっぱりもうね、すごい競争も激しいんだろうけど、それを考えるとやっぱ70年代、80年代ぐらいまでの、うん、あの、アイドルっていうか、うん、そういう意味では良かったのかな、と思って思いますけどね。はい。一旦コマーシャル交通情報を挟みまして、朝岡めぐみさんにはまだまだこの後もお付き合いお願いします。爆笑問題の日曜サンデー。TBS ラジオ爆笑問題の日曜サンデー、ここ赤坂応接間、今週のゲストは歌手の朝岡めぐみさんです。いや、幸せですね。ねえ、こうやって我々子供の頃の本当にもう憧れのアイドルですからね、すごく幸せですね。まさかこんな形でね、お話、当時のその、だってもうジュリーの歌謡大賞の時のあの話ができるなんてすごい嬉しいですね。私も嬉しいです。それにしても天地さんはもういいよ、その話は。なんでその話したかったんですか。私も知りたいですね。私も知りたい。心配です。心配です。では、あの、はい、リスナーからもいろいろ質問が来てる、はい、質問が来ました。はい、ラジオネーム、ロデオパンタロン31歳。朝岡めぐみさんのあで来ました。甘えるのが好きですか、それとも甘えられる方が好きですかと。どうでしょう。基本的には甘ったれなんですけどね。いいですね。はい。でも、あの、一応母親であるので、やっぱり、母性というか、ね、母性はありますからね。基本的にはこう、
本当に誰かによっかかって生きていきたいなってちっちゃい頃からずっと思ってたんですけど。ずっと思ってたんですか、はい、お嬢様ですもんね。はい。でも結局、うん、やっぱり自分でやるしかない。わかんないですね、人生は。本当、そんな感じです、ね。男の人にはやっぱり、どっち、甘え、うん、なんか気だるくなってます、ヒドロも。甘え。甘えたいですけどね。甘えたいけど甘えられちゃう。割とそうですね。こういうふうにサバサバしてるので、私、ちょっと勘違いされますね。そっか、はい。めぐみちゃん、みたいな感じで。そうは言わない。気持ち悪いやろ、そいつ。そいつは甘えかさない方がいいと思う。ラジオネーム、よし、もう一発ということで。朝岡めぐみさんの、あで来ました。あまちまりさんと久しぶりに会ってえっとなったことはあるとしてあるとしてってなんで浅田美代子さんの歌を聞いてえっとなったことはありますか。ね、最近は行かないですけど、僕は20年ぐらい前かな、10年、まあ今でも仲良くしてるんですよ、カラオケに行った時に、あ、さんまさんなんかも、ああそうか、そうそうそう、でみんな必ずこう歌うんですけど、彼女はもしもピアノが弾けたなら、もしもピアノが弾けた、ええ、西田敏行さんのね、はい、あれを聞いた時に、あ、変わってないなってあ、人の歌を、しかも男性の歌を歌ったりするんですか、カラオケで赤い風船じゃない、さすがに自分の歌は歌います、ね、それはもう朝岡さんも、うん、でも歌ってって言われません、私の彼に歌ってよとか、うん、あるいはもう勝手に入れられちゃって、ね、イントロ流れちゃってマイク渡されみたいな、はいはい、その時はしょうがない歌う、できるだけだからカラオケは行きません、でもね、最近でもドラマの打ち上げとか、うん、舞台の打ち上げとか必ずやっぱりみんな好きなので行きますけど、うんうん、もうその時は本当に感謝の気持ちを込めて歌います、うん、なるほどね、はい、贅沢だよね、いいね、そのお客さんはね、いいね、でも確かに浅田美代子さんが出てきた時は我々子供心にも、うん、えって思いましたよね、うん、なんかふざけてんのかと思った、いやいやいや、目線も本当に可愛かったし、こうあってその、うん、目もね、こうちょっとこう上を向いたりしてるから、でもね、弁解するわけじゃないんですけど、うん、昔は私たち歌っても自分の声が聞こえてないんですよ、要するに帰りがないの、なんか転がしがなかったんです、うん、全く、それは生バンドでしょ、うん、だから私も自分の声を聞いたのは本当にもう何年も経ってから。そうなんですか。で、ビデオもだってないから、うんうんうん、本当にこの近年、まあ近年とも20年、うんうん、20、30年経って、やっとその、TBS さんからレコード大賞の時の、うんうん、映像をいただいたりとかして、うんうん、私こんな声で歌ってたんだみたいな。そうなんだ。だからね、聞こえてないんですよ。それはそうでしょうけども、浅田さんは、時間ですよのドラマで歌ってた時から、そう、だから彼女はもう、元々女優志望だったので、まさか歌うとは思っていなくて、うん、不意に歌わされたね。ね、でも、はい、不意すぎは、まあ、でもあれが逆に人気だったっていうことだから。あれが人気になりました。確かに。あれは、みおちゃんは、要は素人っぽさ。だから、ね、ドラマの中でも、隣のみおちゃんっていうね、素人っぽさが良かったから、うんうん、あれで、うわーだって、アキラみたいな感じで歌ったら、びっくりしちゃうわ、逆に、ね。そうそうそう。あれはね。うん。いいんです。屋根の上でね、ギターで。そう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 。マチアキとね、もう歌う、それこそ。でも当時隠し芸とか楽しかったですか？いや大変でしたね。大変でしたね。はい、もうお稽古する日数が、うん、もうないのでほとんど。でしかもほら年末、何日年末1月ぐらいからそれこそ忙しい時だからね。お琴をやったり鼓やったり、うんうん、いろんなことをやらなきゃいけなくて、うん、劇もそうですそうです、ね、はいはい、大変でしたね。あの頃の、うん、でも本当にスター隠し芸大会のあの頃の隠し芸大会のね、はい、まあ、元旦に夜っていうのは、もう、なんつうの、一年で一番ワクワクした、本当に日でしたよね。いや、だからその前の日の夜から、もうレコ大があって、紅白があって、で、元旦はその夜はね、隠し芸あるから、頭痛いぐらいですよ。本当ね、どれ見て、これ見て。そう。逃しちゃいけないんだよね。本当に幸せでしたよね。だから家族が全員で一台のテレビなんか見てた時代だから、大人も子供もみんなそれで
満足してたし、うん、だからテレビ自体も本当にいい時代で、年末になったりとか、だから私はほとんど寝てなかったですよね、番組があったから。もう大晦日から紅白から終わって、そのまんまおめでとうレコード大賞とかって、ね、おめでとうレコード大賞朝9時ぐらいからあるね、おめでとうレコード大賞あったわ、もういいから寝かせるぞこれはね、翌日元旦からレコード大賞受賞者が来んのよ、でみんな着物を着てる、着物を着て不明で行くわけですよ。そうなのよ、あれすごかったですよね、よく考えて。まあなんか、そう、紅白終わって、そのレコ大までの間に、日劇かなんかで、なんかイベントがあるんですよ。イベントがあるんですよ。そのまんま行って、で、そのまんま寝ずに、そのまんま着物着せられて、うん、もう意識不明のまま行くわけです。もう来るわけです。ね。本当に。いや、でも、あれ、例えば、隠し芸でクレイジーキャッツやドリフと一緒に、はい、ね、まさ、まちゃきさんと一緒に、うん、結構やっぱ厳しいんですか、ああいうコントの。厳しいですね。だから本当、クレイジーさんにしても、うん、ドリフ、うん、さんにしても、はい、あと、その頃ですか、お笑いオンステージの南信介さん。ああ、南信介さん、はいはい。よく出ましたけど、うん、本当に調査にしてもそうですけど、うん、厳しい顔しか私は見ていないんです。見てない。だから、調査が泣く、ドラマやり始められて、うんうんうん、で、それからお会いしてないんですけど、うん、皆さんやっぱりそこからの、役者さんたちは、皆さん、長さん本当に優しくて、でも私たちはそのドリフの頃を知ってるから、もう厳しい長さんしか知らなくて、もう怖い長さんしか知らない。私なんかはそんなに怖く怒られたことはないんですけど、やっぱりその笑いを作っていくっていう、厳しさっていうのは、もちろん私大阪で子役でね、花田先生も怖かったので、だからお笑いを作るっていうのは、やっぱりもう東も西も関係なく、やっぱり厳しいもんなんだってことをね、子供の頃からもうね、植え付けられましたから ね。でも皆さん、アイドルの皆さんだからこそコントがうまかったですよ ね。みんな本当に面白かった。アイドルの人もそうだし、演技の人もうまかったしね。そう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 、だからもう全集合なんて今から考えると、前も志村さんとお話した時に、よくあれやったよねっていう、生放送で、生放ですよね。だからもうどんでんでその運が回らないとか、いっぱいそういうのもあったし、まあ火事まであったからね、もう本当停電もあったし、すごい中でもう大変だったけど、よくやったよねって。でもあれが我々が夢見た芸能界です。そう、あれがもう夢見た、歌って笑いがあって、だから生放送だから、時間が押してくると、私たちの歌が、テンポが、テンポ早くなるのよ。いや、そうなんだ。全部生バンドだから、すごい早くなるわけ。だから、チャッチャチャラチャー、ダラッタラッチャッチャラチャー、ダラッタラッチャ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 1分40秒とか、それぐらい終わったりするね。もう2分半ぐらいに、カットされてるんですけど、それがなんか1分40、50秒ぐらいでわーっと終わっちゃって。すごいですね。もう振りなんかもう困らないんだね。どうしようみたいな、これ無理みたいな。でもやってるけど、やっぱドキュメンタリーとして面白いよね。すごい、それをみんな、もうそういうもんだと思って、私たちはやってましたからね。それになんか文句を言ったりとか、なんか、そういう人誰もいなくて、なんかそういうことについていくのが必死でしたね、やっぱりね。すごい。いや、充実してるよね。本当に。ラジオネーム、タイボー。はい。あ、できました。朝ごはんはいつも何を食べていますか？うん、急に普通の質問。まあ、普通に暮らしてますので、はい。特別なものを食べてるわけでなく、朝起きたらご飯を炊いて、味噌汁を作って。和の方が多いですか？はい。娘が和の方なんで、まあ、時々私パンを食べたりしますけど、基本的には和食、ごめんなさい、そういう普通の生活をしてます。はい。よくほら、朝、スムージーみたいなの作る人とかいるじゃないですか。野菜ジュースとか。そうですね。おしゃれじゃないですね、私は。はい。いやいや、全然和食で、今までそう思いますけど。例えば、まあ、旦那さんでも付き合った彼でも、左利きの方っているんですか？いなかったですね。いなかった。ないですね。ないんだ。残念ながら。ね。はい。ねえ、いたらね。まあ、その人の自慢たるやないだろうね。ねそうだよ。俺、左利きだ。例えば誰か振っちゃったら、あれ、左、何々さん左利きなんですか？
わかる。ああ、なんつってね。あの歌あるだろうみたいな。知ってる。知ってる。俺だよ。すげえ、すごいね。確かに。いなかった。いなかったですね、残念ながら。はい。ラジオネーム、この地何の地。おで来ました。おっぱいが大きいグラビアアイドルが多い現状をどう思いますか？なんでこんなことを聞きたい？どうですか？水着とかってありました？私ほとんどないです。ない、イメージないね。うん、まあ、なくはないんですけど、雑誌でちょろっとやったことは、あの、それ月刊明星とか、水泳大会に行っても私は水着を着てないです。着てない。はい。あ、そうですか。はい、競技もほとんど出ないで、はい、頑張れとか言うところで、あの、勘弁してもらってましたね。そういうのもありだったんですね。うん、だから昔はやっぱり分かれてましたね。やる人と。そういう、うん、あの、お色気路線みたいな。おっぱいポロリ担当の人いましたもんね。そうそう、とか、そういう人たちは分かれて、それで良しとされてましたからね。まあでもね、うん、ちょっと後の時代になりますけど、イオちゃんなんかね、泳げないのに水泳大会出て、ずーっと歩いて優勝しました。美味しいですね、それはね、ある意味ね。もう後でね、泳ぎながら遅く泳ぐのがみんな大変だったっていう話です。ラジオネーム、お腹すいた。うん、おで来ました。王貞治さんと話をしたことがありますか？そうなんですよ。え、あのね、うん、左利きがヒットした時に、はい、あの、昔はよくね、感謝記念パーティーとか言って、うん、その業界とかいろんな人を呼んで、はいはい、ホテルでやるのが結構流行っていたので、その時に王さん来てくださった。左利き代表として。そうか、左バッターだ。何の縁もゆかりもないんです、私は。うんうん、でも、その時はね、来てくださって。それはびっくりしましたね。当然でも一番結構世界記録ギリギリぐらいの時ですかね。だし、だいたい左利きがヒットしてる頃ですか？そうです。とも V9 の終わりぐらい。V9 の終わりぐらい。もうそろそろ、V8 とか。ですからね。うん。そう、そのぐらいじゃないですか。来てくださいましたね。その時はびっくりしましたね。ね、何かお話ししたんですか？いや、もう緊張してしまって、すいません、お忙しいのありがとうございますっていうことぐらいしか言えなくて、握手して、こう写真を撮ったぐらいしかないですね。そうですか。はい。その後っていうのは交流的な？ないですね。それだけ？はい、それだけ。いや、まあ、そりゃそうでしょ、そんなに。18ぐらいでしたし。ああ、そうか。で、野球も私あんまりよく知らない。長嶋さんと王さんぐらいしかよくわからなかったので、はい、それきりですね。なんで王さん来たんですかね。左利きだけの感じ。いや、それはもうわかんないですね。スタッフの人がね、こう一生懸命呼んでくださったなと思いますけど。後にね、ピンクレディのサウスポーっていうそれもレコーダー取るけど、あれも王さんだからね。同じビクターで、同じ路線というか、とにかく左利きの歌が大事だからね。徳倉さんですよね。徳倉さんですね。徳倉さんね。悪友さんと。ああ、そうか。黄金コンビですよね。ラジオネーム、二十歳のイタチ。さで来ました。3ヶ月間休みをもらえたら何をしますか？今。そうですね。今の私は、3ヶ月あれば、韓国に留学します。本当に、どっぷり。うつみみどりかって話ですよ。そうだったね。あの、私、やっぱちっちゃい頃から仕事しかしてこなくて、趣味がなかったんですよ。もう、あの、大人になったから、この近年もそうですけど、趣味がないんですよ。仕事して、まあ、娘が生まれてからも、やっぱり仕事しながらうちのこととかやっていたので、それだけでも、いっぱいいっぱいで、その、皆さんが何かこう、好きなことを楽しむみたいな、余裕もなくて、その気もなくて来ましたから、唯一の私が趣味なんです。それはもう韓国の芸能に限らず、もう韓国の。もう食事もそうだし、この間もね、マッコリ作りの体験、マッコリ作り。あ、そう。もうだから本当に、あのね、今は割と皆さん若い人留学したりするじゃないですか。でもやっぱり私たちの時代はね、本当そんな人は本当一つかみで。だから3ヶ月、もう生きたったら行きたいなって。そのね、言葉は結構もうマスターしたんですか？全然全然。あの、ちゃんとは喋れませんけど、
まあなんとなく旅行に行くぐらいは少しはちょっと、あ、そうですか。あとはもう度胸ですよね。まあそうですね。はい。いや、はい、その韓流のドラマをね、娘さん付き合って見てって、うん、好きになって、その、はい、なんでその韓国のその食から何か全部好きなんていう感じですか。そうそうそう。ね。だから食は昔から韓国料理は好きだったんです、もともとね。うんうん、でやっぱりこう行くようになって本場のものを食べるようになったら、うんうんうん、韓国料理って種類がすごく多くて、で今度はじゃああれを食べてみようっていう、やっぱ今ネット時代なので、まね、うん、もう時間があるとネットでいろいろ韓国のことを知らないことを知って、でこの間ねプサンに行ってきました。あ、そうですか。プサンもすごく良くて、ヘウンデっていうとこで、こう海沿いのとこなんですけど、韓国、あの、プサン映画祭があったので、あ、はい、そのイベントをちょっと見ながら。もう、どっぷりハマってる。はい、さあ、そんな朝岡めぐみさんからお知らせがありますね。はい。はい、朝岡めぐみさんのオフィシャルファンクラブ、こちらがめぐファンです。はい、ファンクラブ限定イベントなど特典あります。会員の皆さんに向けた朝岡さんのエッセイなども読むことができますので、詳しくは朝岡めぐみさんの公式サイトをご覧ください。はい。今年いよいよ、そうなんです、還暦を迎えられるということですけども、はい、ね、びっくりしますね。びっくりしますね。全然そう、まあまず見えないしね。うん、なんかやっぱこうファンクラブの方っていうのは、うん、はい、はい、ほとんど同世代の方。同世代の方、昔から。で、ファンクラブってなかったんですけど、うん、はい、数年前に、はい、皆さんからのご要望があって、そうなんですね、改めて作ったんですね。で、皆さんやっぱり同世代なので、うん、やっぱりあの時は、うん、結局10代だから、はい、コンサートもお金がなくて行けなかったとか、うん、ね、やっぱりそういうことがあって、うん、で、今はもう、皆さん、その、うん、来れる、ね、自由にね、もう時間とお金がね、余裕があってするから。自由な時間ができたりするから。すごくいいことだと思います。で、うん、去年なんかも夏はね、うん、屋台船みたいなの。あ、はい、屋形船ね。屋形船で、みんなでお食事しましょうみたいな。ああ、でもすごい距離が近い。たまんないですね、マナーと。だから人数少なくして、やっぱ昔はお会いできなかったので、まあね、会えるファンクラブみたいな。会える AKB、AKB みたいな。はい。はい。ということでございまして、お時間来てしまいました。はい、ここは赤坂応接は本日のゲストは朝岡めぐみさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。爆笑問題の日曜サンデー。